ール直後のオヤルサバルのナイスプレーが話題に。バレンシア戦で先制ゴールを決めて興奮状態でゴールセレブレーションを始めようとするところをキャプテンに押さえつけられる要注意人物。また脱ぐと思われたんやろな。こいつすぐ逃げるし脱ぐし、ケツ振るから押さえとけ。オヤルサバルで草。落ち着け、まだ前半7分だ。点取るとすぐ脱ぐからな。オヤルサバルさんの表情も最高。なお久保の過去パフォーマンスの一部がこちら。前科ありですからね。脳筋だからな竹。脳筋竹は何しでかすかわからないからな。竹毎回押さえつけられるのおもろい。また今のる、今の見たかとかやりかねないから。J にいた頃はクレバーな感じだったけど、すっかり熱い男になったな。久保のゴールパフォ毎回おもろいな。場外に消えたり前半に脱いだり。マドリー相手にゴール決めてパフォしないリアクションしておきながらその1秒後に膝すらしたの好き。ヘタフェ残留ゴールでベンチのイスケリ飛ばす竹が一番おもろい。久保のパフォーマンスは人柄出てるよね。生まれながらのエンターテイナーやわ。これは欠点ですわ。